滑りやすくなっていますので、焦らずゆっくり歩きましょう。東京警察署と大通高校メディア局。新幹線イメージキャラクターの鈴井孝之さんです。こんばんは。こんばんは。はい、ようこそお越しくださいました。ありがとうございました。特任社長の鈴井孝之でございます。はい、で僕ちょっと進まれるの、はい、初めてなんだよ。おー、はい、いかがでしょう。立ち上げ大きい、立派、はい、ちょうどトンネルからこう出てきた、はい、感じで。そうですね、巨大な雪像が実物大の実物大でも、すでに僕は北海道新幹線買いました。買った。買えるんですか。もう鉄道模型で売ってるの。出た。